いろんなイースターであるとか、いろんな行事が入りまして、ずっとこう連行といいまして、続けて、説教してまいりました。コリントの手紙からしばらく離れてしまいました。また今日から戻っていきたいと思っております。今日は6章、第二コリントの手紙の6章から神様の恵みを共に分かち合っていきたいと思っております。今朝の説教の題としては、神と共に働く者としてという題をつけさせていただきました。神と共に働く。で、パウロはあの第一の手紙、パウロこのコリントの第一の手紙の3章の9節のところで、私は神の協力者であるという表現を持って、主に対する奉仕者である自覚を明確にしております。またあの5章の一番最後のところですね、今の6章ですが、一番最後のところにおいて、自分はこの神との平和のですね、福音を委ねられたものであるという、その大使である。まあ、ここでは施設という言葉が書いてありますが、前の、訳では大使、アンバスターという言葉が書いてあるんですね。で、自分は神の大使であるという言っております。ここでは6章のところでは、自分は神と共に働くものであるとこう言っております。で、パウロはこのコリントの教会に住めるにあたりまして、この神様の恵みを無駄に受けないようにと6章の1節で言ってますね。神様の恵みを無駄に受けないようにしてください、こう言ってます。で、無駄に受けないということはどういうことだろうかということを思うことでありますけれども、間違った受け取り方をしてはいけないということでしょうかね。この頃あのテレビでですね、変な難しい言葉が今度流行るんじゃないかと思うんですが、乖離という言葉が言われておりますね。コーチが話した言葉を選手が間違って受け止めた、講師の話した言葉の意味と受け止めた方の間に隔たりがあることを乖離とこういうんですね。で、あの難しい言葉ですね、乖離という言葉が、もしかしてこの乖離という言葉が今度流行語の、今年の流行語の一つになるのかな、なんていうふうなことも考えております。一時はですね、忖度という言葉が流行りましたですね。これも難しい言葉でありますけれどもですね、これもまた一般用語になります。今回は乖離ということ。ここではパウロが言っていることは、福音というものが語られた通りに受け止められていくことができるように、無駄に受け止めることの、受けては受けないようにしてくださいとこう言っておるわけです。で、無駄に受けないということ、時には無駄になってしまうということもあるということをパウロは知っているからそう言ってるんですね。で、それはどういうことであるかというと、今の時について間違った理解をしないようにということです。そこでまず第一に、申し上げたいことは、今は恵みの時であるということです。今は恵みの時、御言葉が二節のお言葉ですね。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です、とこう言っています。神様の福音が、あの歴史、神様とユダヤ人との関係の中にいろんな歴史がありました。その歴史というものは単なる一国のどこかの国の歴史っていうところにとどまらないで、それを代表することによって、それによって霊称されることによって、神と人間との関係を表している。で、その中に神様の救いの時という、今が恩寵の時が来たんだということをここで言っている。それを間違えないでください
ということなんですね。この、詩のようにこう書かれてありますね、括弧で閉じているところ、これはですね、旧約聖書のイザヤ書の49章の8節からパウロが引用して書いているところなんですね。でこれはもちろんユダヤ人であるならば、このことがどういう意味を持った言葉であるかということが分かっています。クリスチャンもそこを読み込んでおりますので理解されていると思うんですが、ちょっとだけ説明しますと、ユダヤの人たちはバビロンという国に長い間捕囚となっていました。でそういう捕囚になっていつまでこの苦難が続くんだろうか、もうよその国に、捕虜と言いましょうか、捕虜というようなこととはちょっと内容が違うと思いますけれども、そういった捕囚の旅として過ごさなければならない、いつまでこの苦難が続くんだろうかという、そのような祈りが、あるいは神に対するところのそのような訴えが常になされていた。でそれに対して預言者イザヤを通して神様が言っているのは、ここから救われる時、解放の時が来る、今がその時だというメッセージがそこにイザヤ書というところに書かれているんですね。でそれは単なるユダヤの歴史のだけではなくて、そのユダヤの歴史を一つのエグザンプルとして、例証として、人間私たちの救いの歴史、神様と私たち、これはユダヤ人に限らず全人類の私たちに対する救いの時が今来ているんだということなんですね。私たちは今救いの時である。神によって救いの恵み、神の約束に立った時であるということです。今は恵みの時、今は救いの時である。今というこの時代に、この時に自覚してほしいということです。私たちはもうですね、それぞれの人生の中にその時間を過ごしております、時を過ごしております。私たちは今、私たちにとっては2018年というこの今の、しかも今というのはその2018年という1年の区切りだけではなくて、その中に5月というこの月、そして27日というこの日、この瞬間、自分は神に使わされてこのところに立っている存在であるという理解です。これは決して哲学的なことを言っているのではありません。しかもそれぞれの年齢において、それぞれの人生の歴史の中において、それが今というものと重なったこの瞬間、自分が神によって救われている、神との関係に今至っているんだという自覚に立ってほしいというのがパウロのこの時の言葉です。そういう意味ではいろんな含みがそこに出てくると思います。私たちのこの生かされていることの使命というものですね、人間として立っていく使命もここに見ることができると思います。ある一人の婦人が、これは今からもう、50数年前ですよね、60年ぐらい前でしょうね、日本が戦争に負けた、そういうような状況に全く混乱の状態の中にあります。アメリカの進駐軍の兵隊さんたちが日本にたくさん来ていた時代です。でそういうような時代では、必ずいろんな倫理的な、道徳的な、あるいは社会的な混乱が伴った時代であります。ある電車が通って、その電車に一人の婦人が乗っていた。網棚から何かポトンと落ちた。何だろうなと思ってそれを開いてみたら、黒人の子供、赤ん坊だ。亡くなっていた子供と死骸だと。それが網棚からポトンと落ちて、そしてその婦人の膝元に落ちたんですね。まあそれはびっくりしたわ。ことだろうと思うんです。これは多分想像するに、その当時の日本の女性が
黒人の兵隊さんとの間に生まれた言葉をどう処分していいかわからないままに亡くなった死骸を阿弥陀に挙げて、そして出ていった、そういう状態だろうと思う。でもそれが何の関係もない一人の婦人の足元に、膝元に落ちた時に、彼女はそれが嫌なことだとか嫌なことだこう退けて、そしてもう自分とは関係ないという、そういう扱いをしなかった。その自分が自分の膝元に落ちた、ここに意味がある。今自分が使わせる、自分がなすべき使命はここにあるんだろうと彼女は受け止めた。そして後に彼女がやったことはどういうことか、そういうようにして望まれずに生まれてきた外国の兵隊さんたちの間に生まれてきた子どもたちを集めて教育しよう、学校を作ろう、その使命に立ち上がった。これは私の神奈川、横須賀にその学校ができております。現在もそれがある。そのような一人の女性が、か弱い女性で何のバックもないような女性でしたが、しかし彼女は今自分がこの瞬間に求められている神様からの使命をそこに与えられていく。ここでパウロは言っていることは、今こそ救いの時である、今こそ恵みの時である、今私たちがどのようなところに立たせられているかということをしっかりと受け止めなさい。私たちはこの、ここではコリントの教会ですが、コリントの教会に限らず、私日本にとっても今は恵みの時である、今は救いの時である。福音信じる者にとって全く私たちは福音を語ることにおいて何ら誰からも妨げられることのない状況の中に今の日本はあります。この今の時代を私たちは賢く用いるものでありたい。今は恵みの時、今は恩寵の時であるということを私たちは今朝申し上げたいと思います。第2番目に申し上げたいことは、神のしもべとしてということであります。3節と4節に目を留めていただきたいと思います。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にもうんぬんと続いているわけです。三節にこの務めがそしられないようにって、この務めとは何か、先ほど言ったように神と共に働く者としての務め、あるいは神の大使として任命されていると言いましょうか、自覚して立ち上がったということ、あるいは神のと共に働く者、あるいはですね、そういうものとしてこの務めがそしられないためにということ。神のしもべとして自分自身を、これね、推薦しているという言葉を使っておりますけれども、言うならば自分を表明している、自分を表しているという意味に、ね、見ることができると思うんですね。で、どんな場合でしょうか。いろんな問題が、この課題がここに書いてありますね。すなわちという言葉から、4節のすなわちという言葉から、いろんな状況がここにパウロは挙げておりますね。苦難においても、苦悩においても、困難にもと書いて、からむち打ちにも、牢獄にも、騒乱にも、疲れ果てた時も、眠らない時も、食べれない時も、大いなる忍耐を働かせて、うんぬんと書いてありますね。この務めが、この福音を語るという、神のこの平和の福音を語るというために自分は使わされている。でもそのためにこの務めがそしられたり、あるいは誤解を受けたりするようなことがあったとしても、
どういう場合でも自分というものを自己推薦するということは、自分で自分を漂白していると言いましょうか、自分を表しているということですね。ここには挙げられているいろんな事柄を挙げても、非常事態の時が多くありますね。迫害であるとか、いろんな場合が書かれております。で、人間というのはね、非常事態に直面した時にはね、どうしても自分に甘くなるんですね。まあ、この程度のことも許されるだろう、だってみんな同じような状況にあるからというふうにして、一瞬甘えてしまう場合がある。でもパウロはそうではない。どんな時においても自分というものをクリスチャンとして、神から使わされた大使として、アンバサダーとして、この務めがそしられないように、まあ、日本の言葉では矜持を保つ、襟ですね、矜持っていうのは襟を正す、そういう生き方を自分はしているのだということですね。で、そういうような中で、彼はパウロはそんな時こそ、彼が日頃口にしている純潔であるとか、知識であるとか、寛容であるとか、親切であるかとか、そういうものが試される時で、クリスチャンはよく神の愛とか、愛とかいうことをもうですね、日常の言葉に出てくるようにして言います。言えば言うほど言葉が空っぽくなってしまう時がある。愛であるとか、親切であるとか、いろんなことを口にすればするほど言葉が軽くなってしまう時がある。しかも、そういうような迫害であるとか、困難であるとか、いろんな問題が起こっている時は、多少はそう今まで言ってきたことは少しは緩めて理解してもいいんじゃないかなというような甘えが出てくる。でもパウロはそういう時こそ、自分が常に口にしている純潔とか、知識であるとか、愛とか、親切とかといったものが本当なのかどうなのかが試される時であるということですね。特にね、ここに面白い言葉が、人に褒められたり逆にそしられたりするっていうようなこと。まあ、人からそしられて、まあ、パウロもこの時そしられたことがあったと思うんです。でも、まあ、そしられるのはまあ面白くないね。誰でもそしられて楽しいという人は誰もいないと思うんですけれども、でも褒められるとどうだろうか。嬉しくなっちゃうんですね。で、嬉しくなった時こそが危ない。そしられて、そうか、そうまで言われたらしょうがないな、頑張ろうって、まあ、気をつけようと思いますけども、褒められると宇宙伝になってしまいますので、ついついと自分に甘くなっていってしまうということがありますね。舞い上がってしまうからです。信仰と福音の進展のために、妨げになるものにの全てに心をしなければならない。私たちは神と共に働くものです。私たちは神と共に働くものであり、福音の使者であり、アンバサダーであるとするならば、私たちは私の言動といいましょうか、そういうものがどういう状況であればならないかということをパウロはここで言っているんですね。で、そのためにはね、旧説以降を見ますとですね、効果で人に知られていない、こうクリスチャンというのはこういう人だということが書いてあるんですね。人に知られていないようでも知られている、だから死ねそうに見えても生きているですね。悲しんでいるようでも喜んでおると書いてあるんです。貧しいようでも人を富ませる存在である。何も持たないようであっても全てのものを持っている、これがクリスチャンだと彼は言っています。私たちは、町の一角に住んでおります。意外とこの教会に来ている人数から言ってもですね、本当に、まあ、今日は30人ぐらいの方々が教会にいらっしゃっている、あのクリスチャンだということは、しかし町の中の何人が知ってるだろうか。意外と知らない人の方が多いかもしれません。ですから人間というのは時にはですね、自分の自覚的な、あるいは
本当に、存在というものをですね隠すときにどこに隠れるか、群衆の中に隠れるんです。そして多数の群衆の中に隠れてしまって自分の姿を見せないようにすることがよくあります。誰かも知られないような存在でいたい、けれども実はクリスチャンは知られてないように思うかもしれないけども知られている存在だ。あの人は違うねと、何か違うね、あの方がクリスチャンなんだって後から誰か聞いて、なるほどだからなのかと思うようなこともあるんですよね。私たちは知られていないようで知られている存在だ。死にそうに見えても生きておると書いてありますけどね、面白い言葉ですね。本当に弱り果てているそういう状況で、でもそこで命にあふれている生き方をしているということだと思いますね。悲しんでいるようでも喜んでいる、これは悲しんでいるようってあるから、確かに悲しみはあると思う。誰でもそうです。悲しみのない人はもう経験しない人はいないと思う。いつか話したことあるかもしれませんけども、ですね、やんごとなき、人よりもあまり友達になりたくない人っていう吉田慶行が言った言葉の中に紹介したことがありますけどもね、その中でね、健康な人とは友達になりたくないなって書いてあるんですね。健康な人は何一つ欠点もない人、もうバンバンザイの人、100点満点の人、こういうような人とは友達になりたくないという吉田慶行はそう言ってます。面白いですね。人間はね、みんなどっかで悲しみがあるんです。悲しみのない人はいないんです。悲しみがあるからこそその人の人生がある意味で深まるんです。悲しみのない人生はそこが浅い人生でもあるかもしれない。私たちは人生にある種の痛みがあるからこそ、私たちはある意味においてその人生の厚みがある。ただそこに主の感傷があるときこそ、それは最も深い経験として私たちはそれを受け止めることができる。ここに悲しんでいるように見えても喜んでいる、悲しみの中に喜びを持っている人です。聖歌のあれ何もでしょうかね、に書いてありますけども、あるヤモメが悲しみに打ち伏せているけれども、しかし、が全てイエス様が全てであればそこには喜びがあるという賛美がありますね。そういうような悲しみ、貧しいようでも人を富ませるとあります。クリスチャンは誰かを富ませるとか、誰かにそのようなですね、その施しとかいろんな愛の行為をすることができるのは、その人がお金持ちだからではないんです。お金持ちでもうお金がですね、あり余るほどあって使い道がないから誰かにあげようといったような思いではないんですね。私たちが本当に誰かのためにそのお金を使うことができるという人は、その人の心が豊かだからです。お金が豊かだからではない、心が豊かだから、誰かにそのような思いでその恵みを分かち合っていくことができるんですね。貧しいようにでも人を富ませるとあります。オルコットがお書きになったリトルウーメンっていうのがありますね。日本のあれ小工場ですか、若草物語、そうですね、そういうのがあります。あそこに出てくる家族、決して豊かではないです。豊かでない、そして
ご主人はお父さんは兵隊さんに、チャプレンとして行っている。残された家族の中に本当にわずかの朝食を共に寒いクリスマスの頃味わおうとしている時に、ふと同じ町の中にこのご主人を失った奥さんと子供さんのいることを思った時に、あそこにこの朝食を持っていこうと言って行くわけですね。4人の子供たちが、女の子たちがいるわけです。この家の中には時にはですね、素直にですね、なんだって私がお腹空いたのにといったような文句を言いながらでもそこは持っていく。そして帰りに空腹を抱えながら心は愛に満たされて満腹している、そういう物語、あの若草物語に最初の頃のページの方に書いてありますね。私は若い頃あれを英語の教科書で読みながらですね、本当に心を豊かにされた経験があります。決して私たちは貧しいかもしれない、持っているものが乏しいかもしれませんけれども、私たちは止めるもののような生き方ができるんです。何を持たないようなものでも全てのものを持って、これがクリスチャンです。神のしもべです。恩寵による強靭さと言ってもいいかもしれないね。パウロはテモテに言いました、あなたはイエス・キリストの恵みによって強くなりなさい。私たちが強いという存在は本当に肉体的にあるいは何かでもって権力的に強いということではない。恵みによって、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。それは恩寵による強靭さということが言えると思いますね。はい、第3のポイントに入っていきましょう。釣りは抜くべき。恵みが、この福音が無駄になっていくことのないように、あるいは神のと共に働く者として、その働きが無益に終わることのないように、私たちがどういう区引きを追っていくべきなのかということ。そこでパウロを挙げたのは、釣り合わぬ区引きと共にを共にしてはいけないとこう書いておきあります。14節、今日は読んだところの先の方に14節のところにちょっと飛んでいきたいと思いますが、14節に、不信者と釣り合わない区引きをしてはいけません。正義と不法に何の変わりがあるでしょう。光と闇に何の関わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者 と不信者とが 何, の共有してが何を共有しているでしょう。神の家と宮と偶像にの一致あるで、神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われている通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われる。とあります。最後の部分で申し上げたいことは、パウロはこの福音が、あるいはこの福音の使者であるところの私が神と共に働くというものがどういうものと共有し、どういうものと共有してはいけないかということ、なぜならばその働きがそしられないためにとこう言ってます。でそこで挙げたのは、釣り合わない区引きを共にしてはならないということです。それはどういうことであるかというと、この言葉がですね、旧約聖書の申命記の22章の10節のところに、釣り合わない区引きの一つの例としてどんな例を挙げているかというと、牛とロバと同じ区引きをつないではいけないとこう言っているんですね。区引きというのはですね、どういうものであるか、実際的なこの
このいわゆる形容詞ではなくて、名詞なんですね、くびきというのは。動物によって昔はその、労働したわけですよね、田んぼを耕したわけ。今は耕運機でまた全部やりますけれども、昔は、日本でもそうです。牛や馬によって引かせて、それで助をこう田んぼを耕していった。これその時に引っ張る道具が首にかけてね、輪っ、木でできてる輪っか、まあ、痛くないようにそれを布で巻いておりますけれども、そういうもの、私の子供の頃はよく見ました。牛や馬がに首のところにそれをつけて、そして、フックがつ、影がついています。その影がずっとこうロープでつながって、スキンのところにつながっている。それでそれを持ちながらですね、はいっていうこうやると、馬が、牛を歩くと、スキンがこう土を耕していくという、そういう道具という、その首輝きというのは口に、首にこうつけるもの、輪っかですね、木でできて。で、新明記のところを見ますとですね、牛とロバと同じ首輝きにつけてはいけないって書いてある。なぜかというと、牛の歩く速度とロバの歩く速度は違います。またその背の高さも違いますから、決してうまくいかないということなんですね。で、その一つの例として今ここを釣り合わぬ首輝きということを言っている。で、ここに不信者とそれから信者との関係が書かれています。そうすると、クリスチャンでない人と、そしてクリスチャンは一つ首輝きを負ってはいけないのか、共同作業をしてはいけないのか、何かクリスチャンがツンと高くお詰め済ました形になってしまっているよう な印象を受けるかもしれませんけれども、そういうことを実は言ってるんではないんです。私たちは社会的な人間です。クリスチャンだろうとなかろうと、日本という国に住み、そしてこの神奈川県の町民であり、また町内の同じメンバーの一人です。そういう中に、こうしたクリスチャンでない方々と私たちはいろんな働きを共にしなければならないことは当然です。イエス様がお祈りしました、ヨハネにいる福音書の17章というところにお祈りした祈りが書かれております。17章の15節だと思いますけれどもね、イエス様はこういう祈りをしました。それはクリスチャンたちのために祈った祈りなんです。ご自分がこれから天十字架についてお死にになる、この弟子たちと別れなければならない、その時にこの弟子のために、弟子たちのためにイエス様は祈ったんですね。どう祈ったか、父よ、父よとは天の父なる神に、父よ、この人たちを世から取り去ることではない、彼らが悪から守られるためですと祈ったんです。私たちはもしこのクリスチャンでない人の未信者の方々と一切の交わりをしてはいけないと言われるならば、私たちはもうこうね、この教会の外に出ちゃいけないですしね、もう教会の中で共同生活しなくちゃいけない。いや、そんなことを言ってるんじゃないんです。私はむしろ世に入っていって、世の中に入っていって、そうして先ほど言いましたようにクリスチャンとしての大使として、福音の宣教者として、私はもっともっと世に入っていかなければならない。イエス様が祈ったのは、ですから世から断絶したような生き方をすることではない、そうではなくて世の悪から守られていくことができる。これはある意味においてクリスチャンたちが釣り合わぬ首輝きということは、どのような価値判断の判断をすることができるかということを、これは求められていることなんですね。もちろんここに正義と不正義との間に関係はない、光と闇との中に関係はない、キリストのベレアルというのは、これはサタンのトップのことを言ってるんですね、頭のことを言ってるんですけども、そういうものと、これベルアルというのは定冠詞がここについておりますから、特定なものを指して言ってるでしょう。信者と不信者、あるいは神の宮と偶像とにどんな関係があるのか、これはそこには霊的な一致が見出すことはできない問題がそこにある、価値観の違いがあるという、
ことですね。ですから、そこか、それを見分けるものがなければならない。今コリントの手紙を開いておりますが、そうですね、ピリピテの手紙をちょっと開いていただきましょうか。そうですね、ページ少し先に進んでいただきたいと思いますが、ピリピテの手紙第1章、ページはですね、394ページになりますね。ピリピテの手紙の第1章の9節と10節のところを見ていただきたいと思います。これはパウロがピリピの教会に対するところの祈りです。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、その次ですね、あなた方が大切なことを見分けることができるように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところの内部になり、うんぬんとこう書いてあります。見分ける霊と書いてありますね。見分けることができるように、英語ではデザインという言葉がここに使われておるんですね。何が良いか何がいけないかということを見分けることができるようにという言葉が、ある意味で私たちはですからセパレートしていく必要があると思います。遠ざけるべきことがあると思うんですね。私たちここではコリントの教会は、前もお話したように非常に港町でありました。たくさんの人が行き来するところであります。外国人が入ってきます。いろんな国の人たちが入ってきます。そうするとですね、そこには当然いろんな倫理的な、あるいはいろんな問題が低下していく状況の中にあります。で、そういう問題がこのピリピの、ごめんなさい、コリントの教会に起きてた、そういった周辺のことが教会の中にもいつの間にか垣根を越えて入ってくることがある。で、そういう中でパウロがこの言葉を言ってるんですね。私たちが何が私たちと同じ区引きであるのか、みんなと仲良くしなければならないということは大切なことです。しかし自分の立場を崩して、自分の霊的なレベルを崩して、そして妥協することが仲良くすることだろうか。いいえ、違います。そこにおいてはきちっと私たちは分かれた、あるいは線を引いた必要があるんですね。でもこの世から分離するものではないんです。ある方はこう言いましたね。これ羊羹に切れ目入れるようなものだって言うんですよ。皆さん羊羹をですね、とかもらい物をしてね、兄弟がたくさんいるとね、こう切って分けましょうねっていうこと。それで羊羹でですね、細い切れいい包丁でスパッとこう切れ目入れるでしょ。切れ目とスーッと引っ張ってもね、分からないです。ピタッとくっついてるから、羊羹だから。それでこうやる、5人見たら5人でも一番端からなんか刺すとポロッと取れるわけですね。私はある意味でね、この世との関係においてこれによって霊障することができるかなと思う。決してこの世から私たちは逃避するものではない、あるいは自分だけがの世界の中に閉じ込まっていくわけでもない。ピタッとくっついてるんですよ。けれども神様にあるもの、救われたものとしての教示、先ほど申し上げました医療を正すということですが、教示と言いましょう、霊的な面においてそこには一線を入っている、恩情の救いという線が入っているんですよ。決して世と妥協しているわけではない。ローマ人の手紙の12章の一節に書いてありますね。世と妥協しているのではない、私たちは神の前に、神に喜ばれる神の義の器として神の前に自分を捧げなさいと書いてあります。ここでもまさに同じことであると思います。
この世の水は低いところから低いところへと流れていきます。注意深くしないといつの間にか教会がこの世のに染まってしまうということもあります。私たちは17節を見ますと、そういうものから離れて、そして私たちは神に受け入れられるところのものとなる。私こそ、あなたこそ私の子であり、また神は私の父であるという関係の中に私が立つべきことだと教えられています。そのために私たちは召されたものであるということ、感謝と誇りを持ってクリスチャンとして歩むものであること、この平和の福音を伝えるところの大使として私は選ばれたものであること、私たちは首輝きを誰と一緒に追うか、有名な言葉がありますね。私と一緒に首輝きを追いなさいとイエス様はおっしゃった。そしてイエス様はおっしゃったのは、私の首輝きは追いやすくと書いてある。イエス様と共に私たちは首輝きを追うところのものである。イエス様はそうおっしゃった、誰でも疲れているものは私の共に来て休むがよい。私の首輝きを追いなさい。私たち人間はね、何らかの形において誰かと共に歩むものなんです。人間というのはただ人と人間とは違います。人といった時には生物学的な存在です。それはもうある意味において科学の世界です。人間といった、人といった場合は生理学的にもそうでしょう。でも人間といった時には人の間と書きます。そこには人と人との間のリレーションシップ、関係が成り立った中に社会を築いていくものです。これが人間です。で、人間である限り私たちは何かの誰かのと一緒に首輝きを追っているものです。親と生まれた時に私たちは多分お父さんとお母さんと一緒に首輝きを追うでしょう。お父さんとお母さんは逆を言えば、お父さんとお母さんはその生まれた子供と一緒に首輝きを追った人生をそこから始まっていくと言ってもいいでしょう。人間は孤立して一切の首輝きをなしに人間は歩むことはできないんです。何らかの首輝きを追っています。子供なら子供なりにその首輝きを追っている。それは首輝きと自覚するか自覚しないかは別です。でも幼稚園の子供にしても、小学生の子供にしても、中学生の子供にしても、それぞれ追わなければならない首輝きはあります。それも誰かとの関係の中に追っていきます。そしてそういう追い方の中に、この人間というものは社会を織りなしていくわけです。ここでイエス様はおっしゃった、あなたは私と一緒に首輝きを追いなさいとおっしゃった。私の首輝きは追いやすい、私の首輝きは追いやすいとこうおっしゃった。イエス様と一緒に首輝きを追うものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。私たちは神と共に働く者にして、あなた方に進みます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。天の地なる神様、5月の最後の聖書です。これを許して愛する方々を御通りをお集めくださり、共にあなたを礼拝できますことを感謝をいたします。私たちは神の大使、神と共に働くものであります。であるがゆえに、私たちが自覚しなければならない今というこの時間、そして私たちが使わされていくその働きを人そしられることのないために、自ら自覚すべき事柄について聖書を通して教えていただきました。どうか私が今こそ恵みの時代に立っていること、この時代に生かされていることに深く思いをいたして、私たちは自らの使命をしっかりと自覚しながら、神の栄光を表すべく私たちが御前に従っていくことができるように助けを与えてください。
今見舞いのおられるお一人お一人の方々の上に神様の豊かな豊かな恵みがあり、この一週間本当に力強く歩んでいくことができるように助けを与えてください。尊い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。